新しいレーダー照射問題は、韓国艦艇が B1 哨戒機に火器管制レーダーを向けたことは数年前です。その遡ること数年前、中国艦艇から海事護衛艦がレーダー照射を受けたという事例を詳しく見ていきます。合わせて、この時の日本の対応も分かってきます。台湾問題や尖閣諸島での動き、日本とアメリカでも協力するとの、日米会談が行われました。様々な中国への対応が、協議され現在日本の防衛省でも対応が急がれています。2021年3月、今年発足したアメリカのバイデン新政権から、初の閣僚として、オースティン国防長官が来日し、日本側の岸防衛大臣らとの会談が、行われたことが大きく報じられた。これは、そのオースティン、岸会談の内容が、近年中国からの圧力に、さらされている、尖閣諸島周辺海域の問題について、日米安全保障条約に則った対応がなされることを双方が確認したためだろう。さらに、今回の会談では、中国を牽制する動きとして、自衛隊と、アメリカ軍との合同軍事演習を執り行う方針が示され、尖閣諸島方面での、有事の際に、日米両国が協調して対応するものと期待される。今年2021年の2月1日から、中国の国内法とはいえ、海峡局法の改正によって、これまで以上に中国側の武器使用の基準が緩和されており、この動きに対処する上でも重要な会談だったと言えそうだ。ただ、近年は、こうした中国海峡局公船による尖閣諸島海域への侵入が常態化しているとはいえ、すでに直接的に中国海軍とも海上自衛隊の艦艇が危険な状況に置かれた事態が起こった過去も忘れてはならない。これは2013年1月に東シナ海の公海上で発生した事例であり、今年で早くも8年の歳月が経過しているわけだが、航行中の海上自衛隊の護衛艦が中国海軍の艦艇から火器管制レーダー照射を受けたものだ。火器管制レーダー照射といえば、2018年末に日本海上で海上自衛隊の P1 対潜哨戒機が韓国海軍の駆逐艦クアンゲトデワンからそれを受けたことは記憶に新しいだろう。しかし、このさらに5年前に中国海軍の弧を守るアヤエ型フリゲート艦レングモ港から海上自衛隊の村雨型護衛艦夕立が同様の行為を受けており、この時も事の重大さから多くの報道がなされた。当時の日本の小野寺防衛省は、事件発生から6日後に緊急記者会見を開いて、この事実を公表したが、このインターバルは中国側の事実無根との釈明を行わせないための猶予期間でもあったようだ。1月30日に発生したこの夕立への火器管制レーダー照射に先立ち、実は同年1月19日にも東シナ海上で中国海軍のフリゲート艦雲州が海上自衛隊の SH-60 ヘリへ同様の行為を行っていたという。日本側では、夕立、SH-60
ヘリの2ケースともに中国海軍艦艇から火器管制レーダーが照射されたと発表したが、中国軍側は捜索用のレーダーであると主張するなど、後の韓国の対応とも酷似している。現在において火器管制レーダーの照射とは、標的を攻撃するために捕捉したことを意味しており、相手によっては照射された側が攻撃を受ける前に反撃する可能性も否定はできない行為だと言える。発生した場所が中国、日本双方にとっても領海や排他的経済水域などですらなかった点を考慮しても、対象が日本の艦艇やヘリコプターであったことから、あえて言った挑発行為としか思えない行動だろう。韓国の件と同様に、日本の指摘と中国側の回答は全く噛み合わず、結果としてこの2つの火器管制レーダーの照射ともそれ以上の進展を見せることはなかったため、今日に至るまで真相は不明なままだ。ここで当事者となった弧を守る綾江型フリゲート艦は基準排水量2250トン、満載排水量2393トン、全長112メートル、全幅 12.1 メートルで、1998年以降10隻が就役中の艦艇である。弧を守る綾江型のベースとなったのは弧を守る綾江型フリゲート艦であり、ちなみに、こちらは4隻が建造されたが、中国海軍からはすでに退役し、その後3隻が、中国海警備、1隻がスリランカ海軍に払い下げられている。日本の夕立は、村雨型護衛艦の3番艦で、基準排水量4550トン、満載排水量6200トン、全長151メートル、全幅 17.4 メートルの汎用護衛艦であり、全9隻が現在も就役中だ。また、SH-60 ヘリは、高波型護衛艦、大波に搭載されていたもので、こちらは基準排水量4650トン、満載排水量6300トン、全長151メートル、全幅 17.4 メートルの汎用護衛艦である。高波型護衛艦は、村雨型の次級にあたる艦艇で、2003年から2006年にかけて5隻が建造、就役しており、こちらも2021年現在すべての艦艇が現役艦として運用されている状態にある。夕立 SH-60 ヘリに向けられた火器管制レーダー照射は、距離としては前者が約 3km ほど、後者も同様に数キロだったとされており、並走から考えても至近距離であったことは間違いない。一説には、中国海軍は火器管制レーダー照射に加えて威嚇目的で搭載砲をも向けていたとされるが、無論こちらも数キロの距離であれば十分に射程距離内であったことは明白である。